こんにちは。ゆっくりマリサだぜ。今回は、水木氏が自分で考えた、赤石 CPU の高速化技術の解説をしたいと思うぜ。ちなみに、水木氏は独学の高速化をいくつか考えついているので、今回はそのうちの一つを取り上げたいと思うぜ。その前に、今回紹介する高速化技術は、水木氏が自分で考えたもので、名前も水木氏が名付けた名前ですが、もしかしたら奇出の可能性もあります。それと、まだ紹介動画を出していない水木氏の赤石 CPU に関しての情報も出てくるので、それが嫌な方もここで動画を閉じることを推奨します。それで、今回紹介する高速化技術は、その名も、ロムキャンセラーです。それでは、ロムキャンセラーがどういったものなのかを解説していきたいと思います。ちなみに、水木氏はノートにもロムキャンセラーの記事をまとめているので、もしよければそちらの方もお願いします。ロムキャンセラーとは、簡潔にまとめてしまうと、ロムの遅延を多少軽減するための高速化技術です。では、ロムキャンセラーが、どのようにロムの遅延を軽減しているのか、それを紹介する前に、ロムキャンセラーが考えられた理由から紹介したいと思います。ロムキャンセラーが考えられる前の、水木氏の赤石 CPU 開発では、PC とロムの遅延がすごく重要でした。ロムキャンセラーが考えられる前、つまり CRE-DJ2 より前の赤石 CPU の中には、読み出した命令によって、クロック周波数が変化する赤石 CPU がありました。その赤石 CPU は、基本的に条件分岐などの時間のかかる命令かどうかで、クロック周波数を下げるか判断しているのですが、そのためには、制御回路が PC や ROM に読み出すように指示した命令が、実際に ROM から読み出されるまで待ち続ける必要がありました。これはつまり、PC と ROM の遅延が増えすぎると、そこがネックになって、それ以上クロックを上げることができなくなってしまうということになります。なので、NXRE-DJ5 では、ROM と PC を極力一体化しながら、低遅延になるように開発されていきました。まあ、その部分で何度も作り直したんですがね。まあ、それくらい無茶をしてでも、遅延を減らそうとしている構造というわけです。なので、NXRE-DJ5 の世代でも、ROM は信号強度化されずに、同期式を貫いて、ROM が大型になってしまったというわけですね。ROM キャンセラーを思いつくまでは、このようになっていたので、当然、信号強度化や大容量化はなかなかできない状況でした。そして、時代は CRE-DK の幅級 CPU 開発へ突入していきます。ロムキャンセラーが考えられる前は、クロックの速度を保つにはロムの信号強度化は難しい状況でした。ですが、幅級 CPU の第2世代である CRE-DJ2 の目的は、信号強度化によるさらなる小型化でした。ですが、先ほども言ったように、このまま信号強度化したら、クロック周波数が低下してしまう可能性が高かったんですね。ですが、その問題はある日、あの手法を思いついた時に、解決へと向かい始めました。CRE-DJ1 では2進数だった、レジスタのデコーダーや PC、ROM やその ROM のデコーダーまで信号強度化されました。皆さんご存知の通り、CRE-DJ2 は CRE-DJ1 と比べ、かなりの小型化を達成していますが、そのほとんどは信号強度化による恩恵となっています。ですが、クロック周波数は低下するどころか、むしろ向上しています。では、ロムキャンセラーは、どのようにしてこの速度と密度の両立を達成したのでしょうか？ PC と ROM に、命令を読み出すように指示するところまでは、ロムキャンセラーを搭載する前の水木氏の赤石 CPU と同じですが、これまでは、指示した命令が読み出されるまで待機している必要がありましたが、ロムキャンセラー搭載 CPU では、なんと、実際に読み出される前に次の命令を読み出すように指示をします。本来であれば、クロックを上げるべきか下げるべきかわからない段階だったので、待機させていましたが、そこは仮に上げるべき命令だったと仮定しています。当然、疑問に思ってくるのは、じゃあ条件分岐命令だったらどうなるのか、ですよね。もし最初に読み出すよう指示した命令が条件分岐命令だった場合、その後に仮で読み出した命令は、遮断します。こうすれば、実際に ALU の方で仮で読み出した命令が、実行されてしまうことはなくなるわけです。ですが、ただ単に ROM の出力を遮断するだけでは、PC の方が実行していない命令もカウントされてしまっているので、PC の方にも、逆方向にカウントさせることで、解決しています。まあ、そのために PC に -1 の機能を追加する必要があったので、その辺がいろいろ面倒だったそうですが、これにより、可能ならクロックを上げる、質ならクロックを下げる、という合理的な制御、回路を小型化しながら実現しているというわけです。ちなみに、PC と ROM だけで見たら、2レッドストーンティックごとに次の命令を読み出すように指示をしても、
問題なくなったわけですが、今度はエイルユーとレジスターキュムレータの方がネックになるので、最高クロックは、そっちの方に合わせてクロック周波数を設定しています。これが、ロムキャンセラー 1.0 の制御となります。このロムキャンセラー 1.0 は、CREDJ2 から採用され、CREDJ3、CRED5、そして CRED5 へと、採用されていきました。ですが、NXRED6 の誕生により、ロムキャンセラーは、変化します。NXRED6 は、水騎士の念願であり、夢でもあった 10Hz を達成した初めての赤石 CPU です。そして、その NXRED6 には256個の命令を保存できる、大容量な信号強度式ROM が使われています。当然、この赤石 CPU も ROM キャンセラーを採用しているのですが、実は制御が ROM キャンセラー 1.0 と若干変わっています。実は、NXRED6 の ROM の大容量化による遅延増加と、ALU の演算速度向上によって、最初に読み出した命令が条件分岐だと判明している頃には、PC は10個くらい先の命令まで読み出そうとしています。さらに、NXRED6 の ROM は命令を256個保存でき、PC は8ビットになっていますが、PC は実は構造的には4ビットの信号強度式 PC が2つ搭載されているような構造で、-1 の機能は搭載されていません。ですが、代わりに上位4ビット担当の PC の方に、現在の値を -1 した値にセットできる回路が備わっています。なので、これまで通り -1 をして巻き戻そうとするより、下位4ビット担当の PC を一周させちゃって、上位4ビット担当の PC を1した値にセットする制御になっています。実は、NXRED6 の場合は地道に -1 より、こっちの方が早いです。もちろん、仮で読み出して必要なくなった命令や、一周させる途中で読み出してしまった命令は、ロムキャンセラーにより遮断され、間違って実際に実行されてしまうことはありません。そして、これがロムキャンセラー 2.0 となるわけです。より、大容量なロムを搭載した赤石 CPU 用に、変化した形のロムキャンセラーとも言えますね。そして、ロムキャンセラーは、今後も変化し続けていきます。水騎士は、最近新たに2つの赤石 CPU の高速化技術をひらめきました。ロムキャンセラーは、将来それらの高速化技術に対応していこうと、水騎士は考えているみたいです。それが、水騎士の予想する未来のロムキャンセラー、ロムキャンセラー 3.0 となるみたいですね。ちなみに、ロムキャンセラーをはじめとした、多くの独自高速化技術をつぎ込んだ、赤石 CPU となる、CRED6 を開発したいとも、水騎士は考えているみたいですね。以上で、水騎士が独学で編み出した赤石 CPU の独自高速化技術、ロムキャンセラーの解説を終わりにしたいと思います。いやー、まさか CRADJ2 のような幅級の小型 CPU にも、この技術が組み込まれていたとは、正直驚きました。また、ロムキャンセラーはいくつかの水騎士独自の赤石 CPU 高速化技術の中でも、だいぶ昔からあるものなので、時代が変わるごとに、形を変えていった技術とも言えますね。今後も、ロムキャンセラーは変わり続けるようですので、水騎士の今後の活躍に期待です。では、最後までご視聴ありがとうございました。